中国に存在していた演習用の要塞構造物である。奈良市の名所の一つ、広く旅順港と呼ばれ、親しまれていた。詳細な造成年月日は不明だが、日露戦争後、難航不落と言われた旅順の掘りを模して、奈良市の源内に作られた構造物である。日露戦争では、ロシア軍随一の要塞追記の権威と言われたロマン。 ゴンドラチェンコが設計した強固な要塞によって、日本軍は苦しめられ、多くの死傷者を出した。当時の日本にとっては、欧州の最新の技術、手法が用いられていた、ロシアの要塞を分析し、その後の戦争に備え、実際に演習に活用することは、戦略的に重要な意味を持っていたとも考えられる。実際に何度か演習が行われたとの証言がある。 構造物は、旅順港、工事で盛り上げられた小高い丘は203工地の名称で呼ばれ、地域の子供たちの格好の遊び場となっていたが、1962年、日本住宅公団によって始められた、奈良市の大団地の造成工事に伴い埋められることになった。船橋市はこの構造物の保存の意思を示していたが、高度成長に伴う住居確保の必要性は大きく、 講談の合意は得られなかった。現在この構造物は、船橋市立奈良市の大、第二保育園周辺の地下に眠っている。奈良市の永久防類は、標高20メートルの坪井谷と坪井いの間の傾斜面に築かれたが、この坪井いには、戦国時代には、酒三菜という砦が、後藤より勝という武士によって築かれていた。しかし、後方城市と里見市の合戦時に、 マサキ氏によって包囲され、奮戦するも落上している。ありがとうございます。